迷子の高松智美役、陽宮ひなです。皆さんこんばんは、迷子のカナメラーの役、青木ひなです。皆さんこんばんは、迷子の椎名滝役、林ここです。この番組はガールズバンド迷子がお届けする YouTube ラジオ番組、迷子の迷子センターです。ランダムでメンバーがパーソナリティをしていきます。ほい、はい、揃ったね早速、はい、揃いました。というわけで、はい、3人の組み合わせ、うん、去年の7月配信以来だって、うん、らしいですね。この3人はそんな、ね、そんな前だっけ。そんな前だって。結局さ、毎週会ってるからさ、うん、あまりこう久しぶり感がないんだよね、うんうん、そうなのよ。しかもさ、去年はさ、アニメがちょうど放送されてた時期だったから、うん、その時ってさ、キャラ会お休みしてたじゃない。あ、そうだったね。そう、だから本当にこの3人でやるのは1年以上も前のことらしい。ビックラポンですね、それは。ビックラポンですよってね。しかも1話から4話が放送されてた。そうですよ。ようやくそうだよ、やっと面白い女って言って、あのセリフ、なんかバナーとかに出てた面白い女はあれ、ラーナちゃんのセリフだったんですよ、わははみたいなことをやっと言えたみたいな。その前にあの舞台挨拶とかあったじゃない。あったね、その時も3話までだったね。何も喋れなかったですから、か私は、うん、やっと面白い何者だったって思えば、もう今はもう劇場版ですよ。1年経ちまして、しかもその、ね、面白い女ってようやく言いましたって言ったら、うん、ラーナちゃんがね、今回劇場版だとね、タイトルにもなってますから。そうなんですよ、うん、皆さん見ていただけましたか ね、 どうですかね。ぜひまだの方は足を運んでいただきたいですし、うん、はい、あの上海追加公演もね、行かせていただいて、うん、そちらの感想もたくさん届いているということで、はい、楽しみ、ね、後ほどご紹介させていただきます、はい。それでは、迷子の迷子センター、今週も始まります。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター、まずはこのコーナーからお届けします。僕たちはライブの感想ここで叫ぶ。いいよいいよ、いただきました、迷子といえばライブ。ここではライブを見てくれたあなたの感想を紹介していきます。今日は迷子6ライブ、見つけた景色携えて上海追加公演の感想が届いておりますので、紹介させていただきたいと思います。はい、一つ目のメッセージ読ませていただきます、はい。お呼び出しネーム、いいにんさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんまいご、こんまいご。上海追加公演現地で見させていただきました。ありがとうございます。自分がシャープ11の時、いつか絶対現地に行きたいとお便りを送り読んでいただきましたが、うん、まさかこの夢がこんなに早く叶うとは思いませんでした、うん、上海で素晴らしいパフォーマンスを見させていただきありがとうございました。目の前に広がっていたこの景色、本当に最高でした。特に最後の音一会で会場の照明が上がった時、涙が出てしまいました。言語は通じなくても音楽の中でみんなが一つになりました。この感動は一生忘れません。そして迷子の皆さんの中国語、とっても可愛かったです。これからも中国で皆さんに会えますように、かっこみんな大好きの意味の、中国語で書いて送っていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、このさ、いいにんさんのさ、うん、言語は通じなくても、うん、音楽の中でみんなが一つになりました、うん、これ一番嬉しいかも。本当そうよ、うん、嬉しいよね。すごく実感したよ、これは、うん、そうだよね。なんかやっぱ初めての海外公演だったじゃないですか、うん、なんかどんな感じでお客さんがね、こう待っててくれるのかっていうか、うんうんうん、見に来てくれるのか、うん、こう分かんなかったから、うん、結構ドキドキしてた私は。そうね、うんうん、けどみんな一緒に歌ってくれるじゃない。そうなんだ、あれが嬉しいなと思った、うん、私は。嬉しいよね、うん、それこそ同じ熱としてね、うん、こうやってこの場でこう音が奏でられているっていう感じがして、うんうん、
やっぱ音楽って共通言語なんだなって思いましたよね。そうだよ、うん、だってそれで心がみんな動くんだからね。我々の熱が届いてよかったですよ。よかったですよ。よかったよ。あ、歌言葉がよかったね。ほんとね、あれよかったよ、みんな私たち以上にさ、歌ってくれるからさ、歌ってくれるし、すごいいい顔でなんか拳突き上げてくれてたな、みんな、ね、感謝感謝です。ここ ね、中国語でも書いてくれて、ね、ありがとうありがとうございます。ちなみにここだけの話、あのライブが始まる前に、楽屋でみんなで中国語の勉強を、発音のね、MC でちょっと喋りたいよね、せっかくだからっつって、ね、そうそうそう、みんなでね、そう発音ここかな、みたいな感じで、やってました 直前までいろいろ考えてたけど、やっぱウォーアイニーが一番バカ湧きしてた。やっぱみんなさ、こう日本語もすっごいこう理解して、ね、くれるじゃない、日本語でもこう分かる単語の時にみんな分かる分かるってなるのがね、そう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 、なんかみんなが可愛くて、私あの迷子のこと大好きでいてくれたら嬉しいですみたいなの言ったんですけど、なんか大好きはやっぱみんな好きな言葉、知ってるみたいね、知ってる好きな言葉だから、大好き大好き大好きってなんかおーみたいな、おーびっくりしたって、いや可愛かったねあれ、嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてのお便りを増していただきます。お呼び出しネーム、あいしろさんです。ありがとうございます。迷子の皆さん、こんまいごこんまいご、初めての海外公演お疲れ様でした。ありがとうございます。上海の追加公演も含めて今年迷子のワンマンライブに全部参加できてとても嬉しいです。すごい、すごい。今回のライブのおかげで中国各地から来た友人たちと再会できただけでなく、日本からライブを見に来た友人たちとも一緒にたくさんの上海の特色料理を楽しむことができました。料理といえば、迷子の皆さんは今回の上海で印象と違うような料理を食べましたか？ちなみに小籠包よりも焼き小籠包の方が好きです。皆さん、今度上海に来るときぜひ食べてみてください。食べたいとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。へー、いいな、なんか青春だね。このいろんな地域のさ、友達と会えるっていう、わ、なんかそれを迷子がつないでるのがめっちゃ、私は嬉しいですけれども、我々がきっかけになってるのは、迷子の輪ができてる ね、嬉しいですね。料理で印象残ってるものあります？料理ね、ご飯食べて、でも印象と違うようなってだとさ、中華料理屋さんに行った時にさ、なんか明らかにこれ見た目しょっぱいでしょみたいな見た目のやつが食べてみたら甘かったみたいな味付けのやつ、そう、あれレンコン、なんか見た目茶色っぽくて、なんかしょっぱそうと思ったんだけど食べたら甘くて、ってなった。それはやっぱ印象と、あ、違うと思ったね。確かにね。でも私は、上海で食べたご飯だからかもしれないけど、思ったより辛くなかった。なんか今回辛いやつあんまなかったよね。そう、辛いやつがなくって、あんまり なんか火鍋とかさ、やっぱ、はいはいはい、そうそうそう、どんだけ辛いのに挑戦できるかなとかいうのも楽しみにしてたんですけど、でもなんかやっぱあの辛くないのも美味しい。美味しかった。なんかさ、ちょっと違うかもしれないんだけど、私ちょっとびっくりしたのが、あの上海から日本に帰る時の空港の時に、なんかお店の名前で、買えるがつくお店を見つけて、あのマネージャーさんと一緒に、あれは本当にカエルのお肉を使っているのかみたいな。でもカエル食べるんだよね。私中国行った時カエルの肉食べたよ。それはそのもう主流なの、カエルのお肉っていうものは主流なのかは分かんないけど、でもカエルのお肉のお料理は全然お店屋さんに置いてある。スーパーとかにも売ってんのよ、カエル。スーパーでも姿のカエルが売ってたりするの。びっくりする、スーパーで、カエルいるみたいな。確かにびっくりする ね、それね、日本じゃあんま食べる文化がないからね。確かにちょっとした違いかもしれない。そうだね、確かに確かに。私が嬉しいのは、あのお茶とかさ、こうテイクアウトで買うと、めちゃでかいじゃん。確かに、超嬉しい。ビッグサイズよね。そう、嬉しいよ。確
確かにあれがさ通常サイズとして出てくるもんね、うん、そうなの、ね、日本でいうと L サイズ XL サイズぐらいのでかさのドリンクが、うん、え何サイズを選ぶとその XL ぐらいに、でもなんか多分サイズ選択そんなないよね、そんなにない、なんか全部がそのサイズみたいな感じで、うん、へえ、あれありがたいよね、ありがたいね、なんか日本でもさちょっとカフェ屋さんでさテイクアウトしてもさ暑い日だとさもうさ秒で飲み終わっちゃうから、そうなんだよ、寂しいです私は、そうそう秒でさ飲み終わっちゃうからさ、お飲み物が大きいのあれ私も嬉しいんだよね、そうなんです、ね、それ嬉しい驚き発見でございました、うん、確かに、はいはいはい、というわけで、また行きたいですね、ねえまた行けたらいいですね、うん、5人で絶対に行きたいと思います、はい、はい、このコーナーでは迷子のライブの感想を募集します、ライブで感じたことやメンバーに伝えたいこと聞いてみたいこと何でもお送りください、お待ちしてます、ではこのあたりで曲を聴いていただきたいと思います、今週の選曲はひなちゃんお願いします、それでは聴いてください、迷子で音一へ、音一へでした、うん、上海のね見つけた景色携えてで一番最後に披露した曲なんですけど、はい、これもね最後にみんなでウォーっていうねシンガロングするところがあるんですけど、うん、日本だとねみんないつも歌ってくれてたんですけど、もちろん上海の皆さんも、ね、はい、みんなで拳上げて、うん、大合唱してくださって、うん、なんか暑かった ね、激アツだったよ、うん、やっぱ一つになれるっていいよね、うん、本当にそう、本当に素晴らしかったな、楽しかったです、うん、楽しかったですね、うん、楽しかった、うん、もうやっぱありがとうってこう伝えられるのもいいし、うん、 ね、それを受け取ってもらえているっていうのもすごくこう皆さんのね、うん、歓声だったりとか、うん、もう皆さんの熱量で感じられて、うん、またね、お渡し合い受け取り合いみたいなものができたらいいなって思いました、うんうん、引き続き、迷子の楽曲楽しんで聴いていただけると嬉しいです、お願いします、お願いします、迷子センターでは私たちと一緒に聴きたい迷子の楽曲のリクエストもお待ちしています、あなたの迷子の推し曲教えてください、よろしくお願いします、迷子の迷子センター、迷子の迷子センター、続いてはこちらのコーナーをお届けします、ふつおたのコーナー、よいしょ、やったー、はい、このコーナーではあなたの日常にあったいろいろな出来事をお便りでもらって紹介していきます、概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるのでそこからお便りを入力してください、迷子に伝えたいエピソード、メッセージ、質問など何でもお待ちしています、それでは1つ目のお便りです、お呼び出しネームちゃちゃまろさんからいただきました、ありがとうございます、
迷子の皆さん、こんまいご。こんまいご。迷子センター91でのヨーミヤさんの数え歌聞きました、うん、私は福岡県出身ですが、弟が1234タケコボが6本789キューピーちゃんのマヨネーズは10万円と歌っていました。弟は友達から教わったそうですが、うん、こういう数え歌が地域によって違うということは知りませんでしたといただいたんですが、はい、ここで私から、はい、皆さんにお願い事が一つあります。何ですか。何でしょう。この話題に移る前にね、はいはい、この話題もう聞き飽きたよという人が出てもおかしくないなと思うんです、うん、それはそみかんちゃんとの会でも話したし、うんうん、りんちゃんとの会でも話したし、うんうんうん、今回もう今度はひなちゃんとここちゃんの会でもメンバーを全員こう、はいはい、もうその話題で埋め尽くしてしまいまして、はいはい、もうこすりすぎだろうヨーミヤさんと思われるかもしれないんですが、はい、皆さんお願いがあります。なんでしょう、スタッフさんからまず、うん、この話題いいんじゃないですか、うん、って言っていただいたのと、うん、あともうこの数え方についてのお便り、うん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 、たくさんいただいて、すごいよね、おりまして、あのすごいローカルネタで盛り上がりを見せておりまして、そうなんです。なので、うん、まあ、話題をね私が出してしまったのがきっかけではありますが、うん、ぜひもう多分きっと今日が締めくくりになると思うので最後までそうお付き合いいただけると嬉しいです。最終ってことね、はいはい、ということで大戦収録です、はい、ファイナル、うん、そうですよ。でマヨネーズが10万円は確かに高いね。高いってかさ、なんかさ、うん、ごぼうまで頑張ったじゃん。ごぼうが6本、うん、78は何何もついてないよ。何もなかったね。ごぼうが7、8本目まであるの。あ、なるほど。あ、なるほど。7本、8本あって、そうそうそう、ごぼうにキューピーちゃんのマヨネーズかけようと思った。しかし10万円じゃあ三丸椎茸は何なんだよって話になる。確かに丸ってなんだろう。かわいいね、なんか、ね、三丸椎茸ってかわいいね。三丸椎茸、ね、え、かわいい。三丸椎茸、いや私これさ、正直あの 1,2,3 丸の尻尾までしか知らなかった。私この数え歌の存在があることすら知らなかったかも。へえ、私ないよ。何これは、何学校で習うの、何これ、お家の人から教えてもらうの。いつの間にか頭に入っていた、うん、怖い、そんな何、だってココちゃんさ、それどこで知ったの、うん、え、わかんない。でしょ、ちょっとちょっとちょっと東北には、うん、あの静岡って横に長いじゃん、うんうんうん、そこをこうさ静岡をえいって真っ二つにすると東日本と西日本になるの、うん、あ、そうなんだ。ちょうど境目なのよ静岡って。私が住んでた地域は西日本なので、うん、西なのね。だからギリギリあのサンマの尻尾まで届いたのかもしれない。なるほど、尻尾までは来たの ね、 ね、え、だって20まであるんでしょ。そう、20まで。あ、長いね。それでね、うん、これのね、うん、恐ろしいところはみんなね、はい、1,2,3,0 椎茸とか、うん、1,2,3,0 の尻尾とか、うん、1,2,3,0 の椎茸の後のゴリラの胸毛とか、うん、ゴリラの息子とか、うん、ゴリラ10までは結構みんなばらけているの、うん、なるほど。もうゴリラでもびっくりするんだけどね、うん、そう。でもこの最後の20までの数える部分、うん、一番最後に来るの、うん、みんな口を揃えて、うん、親父のハゲ頭なの。数字関係なくない？そうなの。親父のハゲ頭どこがかかってるの？何にもかかってないの。かかってないのに。でもみんなの頭の中には、うん、一番最後は、うん、親父のハゲ頭になってしまっているの。怖いって。怖いよね。なんで親父さんはハゲちゃったんだろう。何があったんだろう。わからない。ね、でもみんなお便りにね、一番最後が親父のハゲ頭になっている。本当だ。ツーターさんも、そうだね、アソとタラさんもそうかな。そうなの。本当だ。へ、恐ろしいね。恐ろしい。知らない文化でした。これフルサイズの正式を知りたいね。確かにどれが正式なのか分かんないよね。分かんないから。はい、ということで長い、連載ですね、はい、長期連載を、はい、長期連載、今幕を閉じさせていただきます、はい、鍵頭が終着点だと。そうですね、なるほど、解決としては、はい、ありがとうございます。解決したということにしましょう、はい
続いてのお便りに行きたいと思います。お呼び出しネーム無能ペンギンさんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さん、こんまいご、こんまいご。劇場版いつ迷子春の日だまり迷い猫を見させていただきました。ありがとうございます。新規カット盛りだくさんで何度もアニメを見返していましたが、とっても楽しめました。映画の新規カットも大満足でしたが、個人的に上映前の迷子のマナームービーが可愛く、見た後に迷子のみんなが映画を見るならどんな感じかなと妄想してしまいました。ただ考えてみたところ、リッキー、ソヨちゃん、ともりちゃんは映画館で見るのが好きそうじゃなく、確かに、ラーナちゃんに至っては2時間もじっとしていられなさそうに思いました。猫ちゃん、皆さんは迷子のみんなが映画を見るならどんな感じで、どんなジャンルの映画を見ると思いますかとのことです。ありがとうございました。そうなんです、劇場版いつ迷子春の日だまり迷い猫、上映されました。おい、おめでとうございます。わーいわーいわーい。なんかあのハッシュタグとかで感想とかピョーピョーピョーって見てるんですけど、うん、もうラーナちゃんのことが分かってよかったですとか、思ったより新規カットが多くて、うん、みんな見てみたいな感想がすごく多くって、うん、ね、やっぱあと映画館でその迷子のねストーリーだとかを楽しめたっていうのがすごく満足度が高いらしくて、うんうん、すごくね皆さんに喜んでいただけて私は嬉しいですよ。ありがとうございます。ね、マナームービーも可愛いって、可愛いよね、あれいいよね、嬉しい、いいよね、なんかいいよね、うん、ラーナちゃんもちろんなんか、うん、ちゃんと映画を見れない側のさ振る舞いをさやったりとかしてさ、うん、そうなのよね、なんかちょっとリッキーが大変なことにまたなっちゃってますけれども、そうそう、ね、お世話していますけども、はい、そうなんだよね、ラーナちゃん2時間も見て いられなさそうだなって思ったもん私も。確かに ね、どうしたらいいんだろうラーナちゃんは。多分抹茶味のポップコーンとかをもう2時間分切らさないようにリッキーがちょっと持ってきてもらって、あ、リッキー、そう、リッキー、あー大変だ、リッキーが、もう切らしたりとかしたら、ね、もう飽きて退出しちゃうから、リッキーがちょっと待てよって言いながら追っかけて、そうそうそう、また買ってやるからって一回買いに行かなきゃいけないから、そうそうそう、リッキーは最後まで映画見れない、見れない、多分いいシーンのところとかで抹茶が切れちゃってあーもういいところだったのにクソ買いに行くわってなっちゃうからかわいそう、大変だよかわいそうなタキちゃんでございますけれども、ね、どんなジャンルの映画を見ると思いますか。ともりちゃんは、うん、動物とかのこう、うん、サバンナとかに生息する動物とかのドキュメンタリー、ネイチャー系のね、なんかたまにやってるやつね、そうそう、ね、うん、ああいうのなんか生きるとはみたいな、はいはいはい、そういうのをこうじーっと見てさ、確かに好きそうだね、うん、それじゃん、リッキー正解だね。リッキーはでも、うん、多分リッキーって、うん、あの意外とホラーとか、うん、スプラッタみたいの苦手なんですよ、そう、うん、苦手な気がするから、うん、意外とね、でもラブコメも見ないと思うから、うん、ハートウォーミングなやつを見てそうかな、うん、あとは音楽映画はやっぱ好きそうですけどね、うんうん、でもさ、なんかさ、うん、青春、その部活系の青春もの見て、うん、涙を流して、うん、あ、流しそう、あ、確かに、なんか熱いからね、タキちゃん、うん、ラブコメとかじゃない、うん、そういうスポコンみたいな好きそうだね、好きそう、うん、ラナピョンは見るかな、ラナピョン見ない気がするな、なんかね、うん、その楽器系バンド系の、うん、なんかそういうドラマ映画とかで見てても、うん、結局自分が弾きたくなって出ていきそう、そうだね、弾きたくなったっつって、ね、うん、で出ちゃうかもしれない、どうしたらいいんだ、ラナちゃん、ラナちゃん、ラナ映画館行かないんじゃないかな、そうだね、確かに、うん、でもまあアノンはね、流行りの映画をとりあえず見るっていうこと必要だから、うん、うん、なんかそういう面で言うとさ、うん、アノンはなんていうか努力家だね、なんか確かに寄り添おう、今のこう世の中でこう、ね、いろんなものを、ね、なんか何か話題がみたいなのすごい、ちょっと、ね、やっぱエンターテイナーとしてはちょっと、うん、ああいいんじゃないって思う、なんか、ね、アンテナ高くて、そう、誰って感じだけどエンタメ目線、ソヨちゃん、でもさ、ソヨちゃんとかさ、うん、例えばさ、こう、うん、なんか器用に、あ、そうだよねって、その映画の内容とか乗ることができるから、うん、見てなくても成立はしそうなんだよね、確かに、そのみんなと合わせるとかって、うん、でもそれはサスペンスとか意外と好きそうかもね、意外と、うん、ヒューマンドラマチックなのも好きそうだし、なんか結構さ、うん、こう考察いるやつとか、うんうんうん、ミステリーとか好きそう、ね、確かに好きそう、うんうんうん、なるほど、面白いです ね、見事にみんな違うということで、うん、はい、そんな感じで、はい、みんな
映画館に行こう、お願いします。映画を見よう、迷子を見よう、イエーイ。あの後編もね、うん、あのもう1ヶ月後には公開になりますので、はい、それまではね前編をたくさんたくさん見ていただけたらと思いますよ。うむ、よろしくお願いいたしま す。はい、というわけでこのコーナーでは皆さんからのふつおたを募集しております。皆さんの何気ない日常のこと私たちに聞かせてください。たくさんのメッセージお待ちしています。迷子センター。今週もエンディングの時間がやってきました。よいしょ。あのさ、はい、ちょっと物申していい？どうぞ。今ブースの中では、うん、私、うん、で目の前に、うん、ココちゃんとひなちゃんが座ってるんだけど、うん、あのさっきのこう合間の時間ね、はい、このエンディングが始まる前、はいはい、えいえいえいとかって言ってさ、ココちゃんがひなちゃんのことをさこうちょっかいかけてさ、二人イチャイチャしすぎ。してないよ。そんなしてないと思うけど、本当に、うん、みんなに平等にしてるよ。平等にする？うん、平等にしてるじゃん。じゃあ3人でさ、うん、こう平等にできない？どういうこと？私も混ざりたい。えいえいとかしてない。じゃあヨンちゃんが真ん中に来ればいいんじゃない？あ、そっか。じゃあマイクをそこにやって、うんうんうん、やばいね、音響が、うん、っていうかなんか、みんなどこに向かって話すんだよみたいな、うん、確かに横並びになったらおもろいね。え、私はみんなに平等だよ、うん、本当？ね、なんか私にもなんか膝こしょこしょしたりするし、りんちゃんとかにもやってるし、そう、なんかみかちゃんにもなんか肩サスサスしてたりとかもするし、うん、え、私は？じゃない。そこタキちゃん出るの？なんかさ、いや、うん、私これ前も言ったことあるんだけどさ、なんかタキになっちゃうんだよ。キャラに引っ張られすぎなんだよ。キャラに引っ張られちゃうんだよ。なんか確かにそのステージ上とかでさ、うん、もう目に映ってるのは一応やっぱココちゃんが実態だからさ、うんうんうん、だからその関係性みたいなものはもう馴染んでるのかもしれないね、うん、それで言うと私ココちゃんに結構助けてもらってること多いからさ。え、嬉しい。乗ろ、うん、こっち座りなとか、うん、あ、これ見るとか、うん、お、時だ。そう、いっぱいこう時と共にだ、面倒見てもらって、そう、なんかね、なんかそうなんだよね、うん、なんか保護対象だからさ、うん、保護対象やっぱりいや、でも分かるわ、ようちゃん保護対象なの分かる。保護対象なの、ひなちゃんもなの、分かる分かる。うん、でも私結構かけてると思ってたんだけど、ね、本当？じゃあ、まあ、じゃあこれからは、うん、いつもの10倍でやっていきたいと思います。うわー、もっとベタベタされるんだ。楽しみにしとこう。お願いします。優しいな。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。この動画の概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこから番組へのお便りを送ってください。迷子の YouTube チャンネルではオリジナル楽曲の MV やライブ映像を公開しています。私たちの音楽やトークがいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そしてお知らせです。劇場版バンドリイッツ迷子前編春の日だまり迷い猫が絶賛公開中です。後編歌う僕らになれる歌&フィルムライブは11月8日に公開です。ぜひ皆様映画館に足をお運びください。そして迷子セカンドアルバム一の句が12月18日にリリースとなります。新規制作楽曲を含む全12曲に加え、ブルーレイ付き生産限定版 A、B にはそれぞれゼップツアー愛知公演、そしてシックスライブの映像が収録。ぜひチェックしてみてください。さてさて、迷子センターいかがでしたか？今後も水曜夜7時に配信予定なのでお楽しみに。来週も迷子メンバーが皆さんのメッセージと一緒に番組をお届けします。番組の感想はハッシュタグ迷子集会をつけてどんどん投稿してください。今週のお相手は高松智理役陽宮ひなと、カナメラーナ役青木ひなと、椎名滝役林ココでした。それではまた来週。以上迷子でした。バイバーイ。